なんか今日インテリヤクザ見て、それめちゃくちゃ言われたかったの。インテリヤクザみたいになるメガネが欲しいと思って、風邪治った後最初に取った行動がメガネ屋行くでしょ。普通の方のメガネもまだある。あるんだけど、これはこう分析官の頃のメガネだから。で、こっからもコンタクトになって、そっからのもインテリヤクザよ。成長とともにメガネ変えていくから。そうそうそう、アウトレイジの稼ぎ量。そうそう、まさにそれよ。チュンピラ一人見つけらんねえってどういうことだ。大友見つけてこい。黒縁メガネと流行ったけど、もう、あえて流行っ、別に流行ってないやつ。うん。流行りとかじゃない、もうおじさんだからね、もう。好きなのかけていいでしょって。皆さん、入れ墨入ってここに。フォーメーション図が入ってますね。なんかこう、腹毛でちょうど、へその位置ぐらいがアンカーになってる、こう、腹毛で3バックしたり、4バックしたり。俳優がアジャパーでもアングルと編集でなんとかなります。うん、もう、それが戦術みたいなことですよね。たけしさんはアウトレイジの時にね、ベテラン俳優はまあたっぷり撮っちゃってコンセプトと違うことやっちゃうから、で、現場で直してもまあやってくんないから、もう喋らしてバンバン編集できて、こっち行ってみたいな風にしたみたいな。それちょっと羨ましいよね。サッカーはそういうわけにいかないからね。編集できないから、やり方自体変えさせなきゃいけないからね。でも他の苦労ありますよね。サッカーと違って映画の。レオさん初めて見たのってフットでラリーガのこと語った記憶が、あとサイケの衣装よく着てたイメージ。一番上のプロデューサーさんがね、ピアスつけろみたいなとかね。そう。なんならここにタトゥー入れろって言われたから。ウリタさん顔のタトゥー割と後悔してて、あ、そうなんだ。で、試合終わった後のね、ウリタさんの感じとかね、今もう本当に真っ当な人になってんだろうなって感じのね。結構ブレイキングダウンそういうね、キャラモリモリで頑張ってるなって人は結構いますよ。Thank you.